こんにちは、金黒です。Kindle Paperwhite ニューモデルの専用のファブリックカバーを試してみます。読書専用端末として、今年はガンガン読書しようと思って購入した Kindle Paperwhite。同時にこちらのファブリックカバーも買っていました。カバーは純正のものではプレミアムレザーとレザーとファブリック3種類ありますが、私は主にお風呂やスーパー銭湯などでこの Kindle Paperwhite 使おうと思っているので、気軽に使えるファブリックカバーを選択しました。ファブリックカバーは全部でブラックとイエローとこのブルーの3色です。私はいつもカバー買うときは置いて置き忘れした時にも目立ちやすい色がついたものを選ぶことが多いんですが、今回はブルーを選択しました。早速開封していきましょう。開くとフェイクのこの Kindle Paperwhite、 そして取説が入ってました。取扱説明書にもこのカバーの防水性能について書いてました。やはりプレミアムレザーカバーやレザーカバーは防水性能ないですが、私が購入したこのファブリックカバーは多少濡れても大丈夫というふうに書いています。防水性能はないですが、まあ少々濡れたぐらいは大丈夫なんだと思います。その際は本体から Kindle Paperwhite を取り出して、このカバーを普通の常温で立てかけて乾かすと良さそうです。早速ちょっと Kindle にこのカバーはめてみますね。こんな感じに Kindle Paperwhite 収まりました。逆さにしても多少マグネットの力があるのか、カバーが落ちてきません。力加えると落ちる感じですね。あとこれ反対側にした時どうでしょうか。反対側にしてもこのカバーマグネットでくっつきます。ただ若干重量は増えた感じがします。実際に重量を測ってみると、 Kindle Paperwhite ニューモデルの Wi-Fi モデルだと 182g で、ファブリックカバーがなんと 119g あります。合わせると 301g になるんですけど、重さが約 1.5 倍以上重くなっちゃいます。Kindle Paperwhite はなんといっても軽量コンパクトなのが、まあいいところの一つなんですが、カバーをつけることによって約 1.5 倍以上重くなるのが懸念されるっていう方いらっしゃるかもしれません。私個人的にはこのカバー取り付けた状態、まあ、重さそんなに気にならないですが、それは多分普段この iPad を使ってるっていうそのせいもあるかもしれません。また iPad もそうなんですが、いつも保護フィルム貼らないタイプなので、この Kindle Paperwhite も保護フィルム買ってません。裸で使おうと思っているので、やはりこの液晶が保護できるこのカバー使っていこうとは思います。またこの専用のカバー、本体の箱のここにカバーを開けると起動して、閉めるとスリーブに入るっていう風に書いてました。まあ、実際なんとなくこう開けた感じ、すぐスリーブしてる感じはないんですけど、まあ少ししばらくしたらスリーブするんだとは思います。まあ Kindle Paperwhite 自体はバッテリーの持ちかなり持つ端末なので、まあこれをまあ、すぐスリーブに入らなくても、まあ、問題ない感じはします。ファブリックカバーの表面は、やはりファブリックっていう通り、まあ、布地でできたような感じで、まあ、肌触りも良くて、こう持った時も、まあ、滑りにくいので、持ち運ぶ時落としにくいとは思います。カバーを開けた状態、この裏面は、ちょっとフェルトっぽいような素材で、読書するときに、こう、持った際、このフェルトっぽい素材が滑りにくいので、
落下しにくいと思います。よく考えられてるなという素材でできてるとは思います。この Kindle Paperwhite の専用の Amazon のこのカバー、結構気に入りました。今回は Kindle Paperwhite ニューモデルの専用のファブリックカバーについてレビューしました。また Kindle Paperwhite 本体の使い勝手などの細かいレビューもやっていこうと思いますので、よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは。